ということでね、今回はですね、サンリオピューロランドやってまいりましたね。おはようございます。ちょっとね、初めてなんですよ、サンリオ。なんかやっぱさ、東京にもうずっと住むものとしてこれおかしいだろって思ったんですよね。一回も来てないってもう逆に不自然というか、こんだけね、そのね、キャラクターとかはもう日々ね、目に入ってるわけじゃないですか。それなのになんかその本拠地来てないっておかしいだろうっていうことで、ちょっと今回ね、初潜入したいと思います。今もちょっとオープン前に来てるんですけれども、もうちょっとお客さんがもう行列がねできてますね。みんな待ってるということですよ。早速じゃあちょっといろいろ行きましょう。お猿の本吉、ごめんなさい、舐めてました。おー、あー、なんかキュンとくるな。ということで、お邪魔します。おお、いきなり入ってですけれども、いや、やっぱね、キティちゃん出迎えてくれましたね。こんな感じか、すごいね。やっぱキティちゃんなんだよね、まずはね。あとあれだ、今ちょうど50周年やってますね。記念すべきタイミングでもあったんだ、ラッキー。おー、そう考えるとあれか、もう我々からすると生まれた時にはもうすでにいたから、そりゃ馴染みあるよね。キャラ数めちゃくちゃ多いじゃないです か、 だかグッズとかもだから相当豊富なんじゃないですか。あ、もちろんもちろん、早速これ知ってますよ、この子たち。ポムポムプリン、バットバツマル。バットバツマルは多分世代ですね。はいはいはい、おお、すごいね。あー、なんか可愛いポーチあるね。みんなカチューシャつけんだ。そっか、そういうことね、キャラクターになれんだ。これあれじゃん、ハンギョドンじゃん。だから好きなキャラね、多分これあれよ、絶対世代によって変わると思うんだよね。今日はやめとくか。やっぱそうだよね、こういう会場来たらね、身につけて盛り上げた方がいいからね。クロミちゃんっていうか意外とキャラ知ってるな、シナモロールね。だからまあそれだけ馴染みがあるってことですよ。知名度抜群ですからね。やっぱあー、いいねいいね、渡しやすいサイズだわ。っていうかグッズの数やばいな。靴下あんじゃん。あ、これメンズパンツ、めっちゃ可愛くない？あ、いいね。だからちょっとこのさ、ゴムの部分、ここはなんかほら、たまにチラッと見えちゃう時があるじゃん。ここは黒でさ、落ち着いてる色だけどさ、見えない部分で表現するみたいな、いい塩梅ですね。あ、めっちゃ可愛いんだけど、絶妙にすげえ可愛い。え、めっちゃ手出しやすいわ。いや、基本的にアーガイルじゃないですかこれ。で、色も落ち着いてるから、これぐらいのワンポイントぐらいでね、キャラ乗ってくれた方がいいね。可愛さも忘れない感じね。うわー、ケロケロケロッピだっけ。なんか何年経っても可愛いやつは可愛いな。めっちゃ可愛くないこれ。帰りこれも買ってこう。なんかあれだね、キッズとかさ、レディースが多いかと思ったけど、意外とメンズマンだね。じゃあ、あー、最近流行ってるって聞くよ。ぬいぐるみのキーホルダー、確かに街でよく見かけるもんね。普通にバッグとかにつけてるでしょ。ほんとよく見るわ。
日用品もあるんだ。ああほら本当だ。なんていうのこういうの。マジであれだな、すべての年齢のことを考えてるな。アクキーだ。え待って、アクキーなんだけど。いや今あれちょうどね、僕もグッズ作ってて、こういうアクキー今制作中なんですよ。丸パクリしてやろう。すごいね、サイズ感もちょうどいいね。やっぱ同じこと言うけど、キャラ多いから種類も展開しやすいじゃないですか。でプラスさ、こんだけのね量出すっていうのはさ、やっぱそのファンがついてないと怖くて出せないじゃないですか。どんだけ支持されてんだっていう証拠ですよね。これあれだな、グッズコーナーだけで動画1本いっちゃうな。これこれポーチでしょ、半透明しかも。そうだ、っていうかあれだね、リサーチしてる部分すごいね。最近の流行りとかも最前線全部知ってるって感じね。アクキーだけじゃなくてもこれ全部参考にした方がいいな。これ今こういうの流行ってんだ。そうか、中がちょっと見たいのか。その方が便利だ確かに。えこれ何、あえ嘘、メッシュだったんだ、やば。確かにね、ちょうどいいかも。マジすげえ。ちょっとまだ入ってね15分ぐらいですけど、なんか驚愕してる、サンリオさんのこのリサーチ力と。え推し活グッズだ。確かにあれね、ここ何年かでさ、この推し活応援しますグッズ結構見るよね。そうそう、ポイントはねカラーなんすよ。いろいろメンバーカラーっていうのがねあってね、その推しのカラーが欲しくなったりすると思うんですけど。いやー網羅してるね、面白い文化だよね。うわこれだからあれか、キッズかな、お子さんが中心かな。あ大人もんだ。あなるほどね、親子で使えるんだ。なんか子どもの頃もあった気がするもんな。なんかあった気がする。えっていうか絶対あったわこれ。30年ぐらい前もありました。まあそのマイナーチェンジはあったと思うんですけど。え絶対ありますよね。えめちゃくちゃ記憶あるんだけど、なんかこういうお箸使ってたぞ。キキ&ララはいつ誕生しました。来年50周年。あじゃあやっぱ僕がもう物心ついた時にはもういましたもんね。多分ねキキ&ララ使ってたと思うわ。すっげーなんかぼんやり記憶ある、子供の頃。そう誰がジジイや。40だから35年前とか多分。うわなんかすごい、なんかノスタルジックな気持ちになったな今。歴史があるってすごいっすねサンリオね。アトラクションなんだ。わーすげー、エントランスもいいな。ていうか10分ってかなり広いね。まあでもその一番人気の乗り物ということなので、これはもう乗らざるには負えないですね。おー、ありがとうございます。さあ始まりましたね。する感じね。おーやば、香りするね、甘い香りする、匂い演出。うわー疲れが飛んできますね。おー次の部屋すげー。あ招待状だ、招待状。やべえちょっと楽しいぞ。おいあーお猿の本吉、やべえ、うわ懐かしい、めっちゃ懐かしい。この辺のキャラはもうバリバリ世代ですよ。あケロケロクロッピー、うわ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 、ケロケロクロッピーめっちゃかわいい。ダンスの練習をしているよ。めちゃめちゃかわいい。
何このケロケロケロッピー、足長。あーポムポムプリン来た。やべえ、おじさんはしゃいちゃってますねこれ。あーバツ丸、お客様失礼でしょ。かわいい。やばい、疲れてんのかな俺。みんな集まれ。すっげーなんか癒される。あーかわいい、飛んでる飛んでる飛んでる。あ、なるほどね、これでみんな集合して出発だ。マイメロディー。じゃあ無事にみんな出発したということで、会場に向かうということになるんでしょうね。おー世界観また変わる。おーパーティー会場やば。あ、めちゃくちゃいいじゃん。うわー、オールラインナップ。あーやばい、すごい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 。ちょっと待って、舐めてました。そしてやっぱり王者はキティちゃんと。うわー、おーすごい。あ、写真カメラ。あ、なるほど、よし決めるぞ。皆さんこっちを見て。はい、チーズ。待って、めっちゃ面白かった。なにこれ、すっごい名残惜しいんだけど。え、マジであと 1.5 倍、いや倍あってもよかったな。マジで最高だったな。やっぱその子供とかね、若い人向けだから、やっぱ40の人は響くかなっていう心配はどっかにありましたよ。やっぱなんならめちゃめちゃ響いた。すっげー癒されたわ。ケロケロケロッピのゾーンが異様に高ぶったね。あとバットバツ丸、あとお皿の大きい、この辺りはぶち上がりましたね他と比べて。さらに、あーただの観光客だな、ただの観光客。どんな感じになってんだろうな中。おーはい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 、おーすごいね、ちょっとヨーロッパっぽいんだ。おすごい。おー気分がちょっと高まりますねこれもね。失礼します。あらすごいすごいすごい。へえ。おすげえ。おーすげえ。なんかすごいなんかレインボーみたいになってる。おもろ。こういうのあんだ。なんか出てきましたよ。なにこれ。え？嘘だろ。これ見せていいとこですか。お出てきた。やば。クマ出てきた。かまってちゃう。あ、一瞬なんだ。え、これめちゃめちゃいいタイミングじゃん。うわすげえ。ここで写真をじゃあ記念にじゃあ撮ってもらえますか。ありがとうございます。切ねえ。だこうだ。いいっすね、なんかね。ここもやっぱパーティー感あるね。お、ついにしっかり挨拶しなきゃ。どうも失礼します。おはようございます。おーごきげんよう。あーえあえあハグしてくれ。マジか、ありがとうございます。あーキティちゃんおはようございます。あ写真、写真いいですか。いい、やった。
あ、キュンとしちゃう。キュンとしちゃう。はい、あ、キュンとしちゃうな。あ、ありがとうございます。はい、席にお取りできました。なんか今日メイクしてる。なんかもうちょっといい顔すりゃよかったな。このコスチュームの好きなところとかあるんですか？どこ？ここ？あ、リンゴついてるの。これが特にお気に入りの。あ、50周年だし。うわ、めでてえな、おめでとう。あ、これもね、50周年もね。いや、すごいことですよ、これは。なるほど、じゃあキティちゃん的にもやっぱ嬉しいですか？嬉しいんだ。ああ、そうだ。ああ、ね。ありがとうございます、なんかもう。すいません、なんかもう。ああ、かわいい、手紙ついちゃってもう。ねえ。ちょっともう一回ハグしてもらっていいですか？ああ、なんかキュンとするなー。ありがとう、なんか。あ、わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。キティちゃん、ありがとう、なんか。頑張って。ごきげんよう。ごきげんようなんだ、挨拶は。あ、ドキドキしちゃった。なんか、いいタイミングで来たのかも。行かなきゃって思って、来たタイミングが良かったっすね。なんか呼ばれたのかもな。引き寄せの法則だ。あ、なんか全部かわいい。マイメロディーと、クロミちゃんはね、人気なんだよ。あとシナモロール。おお、え、マジであるぞこれ。おお、なになになに。 まさかの展開。好きなポーズを取ろう。あ、すげえすげえ。あ、リンクしてんだ。お、すげえ。マジ？可愛いって言われた。